10年前の医療は現在の医療にあらず、医療っていうのは常に進化する術学であり、学問です。新型コロナに負けないようにということで、今日加湿ということでね、部屋の加湿、院内の加湿してみようかなと思ってます。大体まあ、夏で60%、冬で50%ぐらいのね、やっぱり室内加湿ね、冬の外気やともう30%以下ぐらいになるんで、やっぱりその分、飛沫近くエアロゾルなんかも飛びやすいと思います。だからまあ、少しね、室内の加湿をして、そのエアロゾルが早くね、落ちるような形でね、水分を吸うと物質っていうのは重くなって落ちますからね、落ちるような形で、まあ、今日ね、ペーパーの加湿器をニトリでちょっと買うてきました、いくつか。で、これをちょっとね、加湿のついてない受付のところと、それから、あと、後ろのところとかちょっと置いてみようかなと思ってますんで、ちょっと、猫ちゃんのから開けてみますね。ほうほう、結構大きいですよね。加湿。この部分を切り離し差し込む。はい。この部分を切り離し差し込む。ほい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 。なんか、結構、作成過程が難しいから、そうでもないのかな。山折り。はい。それと、この切り込みに、この切り込みにこの山折りを差し込む。ここですね。ここに、この山折りを差し込む。はいはい。こうですね。こうこう。はい。で、こんな感じ。山折りを差し込んで、で、こんな感じで、前と後ろを、で、前と後ろ、ここですね。前と後ろ、ここです。ここと、ここ。一緒。よいしょ。よいしょ。はい。こんな感じ。こんな感じで。で、前に、猫ちゃんクリップ。前に、猫ちゃんクリップ。それから後ろの尻尾にも、よいしょ、後ろの尻尾にも猫ちゃんクリップ。こんな感じで猫ちゃんできました。これをもう一つ、ここを山折りにして、こっちのここに、この山折り部分を、こっちのここに山折り部分を差し込む。はい。はい。で、ここの間を開けるのがミソでしょうね、多分ね。そして、猫ちゃん足のところは少し開いたような感じで、これ白足やから白になってるんですね。すごいな。はい、白足やから猫ちゃん足白です。よいしょ、よいしょ。はい、猫ちゃん、立体猫ちゃん、これである程度完成ね。完成で、あと尻尾にクリップ。
それか尻尾のグリップ、こっちの方がいいかな。どうやろう。尻尾クリップ、尻尾クリップ、それから頭クリップ、頭クリップ、ね、これで猫ちゃん完成。白黒の猫、これ尻尾クリップ、もうちょっとこっちにしますね。あ、でも、ではここですね。ここは開いた方がいいみたいね。ここは開いた方がいいみたいだから。ではこう。ね、これが猫ちゃんクリップ。こうして、ここにお水を入れて、猫ちゃんが、こういう感じで飲んでるような感じ。ね。なりますね。まあ、ついでに、ワンちゃんも作っておきますね。これが猫ちゃん。それからワンちゃんは同じような感じ。またこっちもワンちゃんもですね。ちょっと3箇所置こうかなと思ってます。ね、この気化式っていうのは加湿状態がね、その加湿にならない。だからもう、だいたい温度差が 20% あると、結構加湿になりやすいんで、そういう温度差を作らない状態、ね。温度差を作らないような状態で、湿度の状態を保てるということになります。だから加湿にならない状態ね、保てるというのが気化式の大きな特徴。で、これなんかは、まあ、多分ワンシーズン使い捨てやと思いますけども、少しね、可愛いインテリアとしても置けるし、まあ、水がなくなったのはね、それで、判断はできますから、加湿にならない状態で、ね、こういう形で使っていただくと、結構、インテリアとしてもいいし、水もなくなってもそれほどカビることはないと思いますよね。これやとね、水自体も多分容量自体はこの水飲みのね、これに入れようかなと思ってるんで、そんなに、ね、水が、回数も1日1回は変えますから、カビることもないと思います。よいしょ。いいよ、こらちょっと。これ結構これ重なってやるの難しいな。ほら。ほら。よいしょ。曲がっちゃってるやん。よいしょ、これ。ですよね。この辺にしとこうかな。はい。これでいけましたね。猫ちゃん、もう一つのワンちゃんは、ブラウンワンちゃんですね。ブラウンワンちゃんは、これ、ここを山折りにして、ここに入れちゃおう。で、後ろ足をこれで、固定。後ろ足を固定。それから頭と、よいしょ。頭と尻尾を固定すると、ね、これでワンちゃん2匹出来上がりという感じですね。で、こっちがね、フラワー。ちょっとね、もう一つはこれ結構ね、置いちゃうとすっぺ、これワンちゃんと猫ちゃんですけどね、こう、
こういう感じではね、もう結構なスペース取るんですよね、これで。ね、結構なスペース取るんで、もう一つちょっとスペースのないところに置くのに、このね、フラワー、ニトリのフラワータイプのものも買ってきました。これやと、こういう感じで、ストレス、スペースのないところにこのままね、いけるから、もう、これやと、このスペースでいけますからね。じゃあ、ちょっとこれをね、置いてみますんで、また置いた、見てください。これ設置したの、ここ、下がね、こう、濡れないんですけども、透明シートをね、引いて、余計にまあ、下、汚さないようにしてくださいよっていう感じの親切設計ですよね。こういう形で透明シートを引いて、下が余計に濡れないようにという形の親切設計になってますね。まあ両方つかないんで、ここ設置面はここしかないんですけどね、透明シートをね、ここのテーブルも濡れないようになってます。ちょっと乾燥気味あったんでね、こういう感じで置きましたけど、やっぱりここがね、こう浮いてる、だからここだけで、このね、乾燥機ちょっと湿度計がついてないんで、これにつけましたけども、まあ